皆様ごきげんよう、ただいまここ韓国に来てます。韓国ですか、分かりづら。韓国も書いてあるでしょうね。本当だ本当だ。今ねまさに到着したんですけど、うん、この間のメイウェザー戦のファーストスポンサーをやっていただいたパラダイスシティというね、もう本当夢の楽園みたいなのがあって、はいはい、そこを今日はゲストで招待してもらったんで、空港のめちゃめちゃ近くにあるんですけど、まあ、巨大スパだったりとか巨大プール、うん、あとはショッピングモールとかで、ホテル、カジノ全部1個に集まった、なんかめちゃめちゃ東京ドーム何個分かの広さのなんか施設があって、そこに遊びに行きたいと思います。素晴らしいですね。じゃあ早速行ってみますか。めちゃめちゃ寒いっすね。こっち寒いね。今9度だっけ。9度らしいですね。今日本より10度ぐらい低いイメージですね。そうかそうか、うん、そんな差があるんだ、うん、そこって韓国最大級の場所なのかな。韓国最大級ですよね。韓国最大級です。東京ドーム何個分でしたっけ。8個分でしたっけ。8個分スパと何があるんですか。プールとショッピングモール、韓国特有のチムチルバンっていう室内サウナ、あと大型のプールと。サウナうちにあるんですよね。室内遊園地と。はい、室内遊園地。遊園地もあるんだ。子供用ですよね。そうですね、ちょっと小さいお子様向けの、ちょっとこの方は中のデザインとかすごいかっこいいのでご覧いただければ。なんかそのカジノって韓国の方は入れないって聞いたんですけど、本当なんですか。そうですね、外国人の方が入れず、一応外国人専用カジノでやってます。あ、そうなんですか。その、うん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 、敷地内には入れるんですか、韓国の方。カジノ以外のもう本当ホテルの宿泊とかの韓国の方いっぱい来てますので。あ、そうなんですね。ミクロあれじゃない、2回目韓国。3回目よ。3回目か。一応俺韓国で2回試合したことあるんで。あ、そっかそっかそっか、3回目か。ただもうその減量末期の状態で行って試合終わったその次の日に帰るから、それこそ観光みたいなことはしたことないんで。あ、そっか。試合後にちょっと飯食うぐらいか。やってもそうだね。サムゲタンね。サムゲタンか。そう、まあ、だから本当に初めての観光みたいな感じかも。今日から僕ら3日ぐらいいるんですけど、まあ、ちょっと旅行が続いてますね。確かに今月また福岡も行きますから、ね、美女探し企画でバーベキューの時に撮ったやつね。まあ、じゃあ着いたら回しますか。どうしたの。なんでさ、めんどくさそうなの。いや、で、なんか話広がる。広がらんね。でしょ。うん、しょうがないか。なっちゃうよね。オッケーオッケー。はい、皆様ごきげんようということで、たくまです。実は私今韓国にいましてですね、複合型リゾートホテルのインチョン空港の近くにあるパラダイスシティさんに、お邪魔させていただいておりますと。本来今日は、朝倉みくると、佐々木くんと吉田くん、3人で、PR のために、韓国に来る予定だったんですけど、僕も勝手に来ました。僕、もともと日本で用事があったので、来れない予定だったんですけど、その予定が飛んじゃってですね、実は今、急遽、韓国に、一人で来ました。ということでね、ちょっとここでやっていきたい企画があってですね、最近ミクルがちょっと海外に行くことが多くて、で全部ついていけてないんですよ。打ち合わせとかがあったりっていうのでちょっと行けてなくてですね。で、今日やりたい企画が、いるはずのないタクマが韓国にいたらいつ気づくのかっていうのをちょっとやってみたいなと思います。で、ちょっと僕の方が先についちゃってるんで、もうミクルが下のロビーの方に着くと思うんで、ちょっと早速下でこっそり待っていきたいなと思います。ちょっとね、気づいてくれなかったら寂しいんですけど、そんな企画を、まあ、ふわっとやっていきたいなと思います。はい、着きましたね。ちょっとチラッと見えるやつ。そうだね、これすね、向こうにパラダイスシティってでかっ。これちょっと全貌がまだ見えてないですよ、僕からの場所だと。見えてきた、うん、おーおーおお、すげえでかっ。めちゃめちゃ広くね。なんかね、この辺も全部そうなのかな。そうだね、この辺もそうだね。おお、すげえすげえ。やっぱ巨大スパのあれかな、サウナの煙ね。ホテルもあるしっていうことですもんね。もうこっから出なくてよくなるってことでしょ。そういうことですよね。うん、遊園地もあるし。遊園地はもう子供用ですけど、はい、うん、もうマジで天狗になっちゃうんじゃないの、ここに住み始めたら。住み始めたら、うん、カジノあってさ。広すぎるやん。こっちまであるやん。まだ一周できてないですよ。まだできてないです。今左側がホテル、今正面の入り口の方に回ります。あ、こっちが入り口か。すごい、噴水がそれっぽい。おお、すごい。すげえすげえ。かっこいい、なんか。す
ごいおしゃれだな。今までのカジノの一番勝った人っていくら勝ったんですか？奥は勝たれてます。奥勝ってるんですか？はい。夢あるな。なんか奥以上勝つとやっぱ怖い人出てくるんですか？もうあの勝っててくれた額はもうカジノも割引できますので、怖い人もなく。怖い人もなく。はい、到着しました。着いたよ。しておりました。すごいじゃん。すごいよこれは。金かかっとりますよ。ね、天井とかもマジで高いよ。なんか気持ち似てるね、あそこの。ラスベガスのね、確かに。五つ星だよ。本当だ。そういう意味なんだ。ちいちゃんおしゃれなやつ。オブジェ。ちなみにこれ高さこんなにやんの？絶対。お邪魔します。うわーすごい。あ、お願いします。すごいやん、ペガサスいるやん。あ、いい匂いする。これ欲しいな、家に。流行るけどよ、おしゃれすぎん。これ、なんで本物の金か。はい、韓国に来るのマジでミクルの、あの5年前のロード FC ぶりですね。その時はソウルだったんですけど、パルベスティさんの中で独特の匂いがする。すごいなんかお香みたいな、めちゃめちゃいいなんか匂いがします。気づいてくれるでしょうか。はい、ということでもう間もなく到着かな。もう着いてるのかな。あ、いましたね、いましたね。あそこにいるの見えますかね。あそこにいます。あっちにもカボチャあるやん。どこ？カボチャ行くんじゃん。じゃあちょっと見てっていいですか？すごいよこの天井、見てみ。こんなもんやばいやん。すごいこれ。あ、こういう映画、映画は足、これ3時の技じゃないの？これ足なの？足じゃない。鯉じゃないの？鯉？鯉？魚が4匹。ヒールの足じゃないの？ヒールなの？気づいてないですね、多分まだ。これいますね、あそこに。すごいな、マジで。あれ？あれ？あれ？マスモトいるやん。なんで？あれ？なんでマスモトいるの？本人？完全に本人。久しぶりです。仕事がなくなりまして来ました。何こいつ勝手に来てんの？あのパラダイスシーさんにお願いして勝手に来ました。俺たちより早く出たってこと？いや、出た時間はね、チケット見た感じ、俺の方が遅いけど、すぐそこの空港に来てたから俺は。あ、空港が違うってこと？そう、空港が違う。成田から行ったってことですか？俺は成田から行って。あー、マジビビったんだけど。めっちゃ似てるやついるなと思った。確かに確かに確かに。溶け込んでみました。なんか撮ってたの？軽く撮ってました。ただ撮れたが全然ないかも。仕事してるやん。こちら動画に差し込みますか？え、でも初なんじゃない？初や。初、4人、4人で。確かに確かに。全員での海外。久々だね。久々ってか初よ。海外は。海外は初か。そうよ。そうや。韓国はちなみに2回目ですか？ああ。俺ら一緒に行ってます。俺ら2回目。地元みたいな感じ。あ、もうホームですよ。だから生まれ故郷みたいなとこあるんで。フォルムも。よう来たね。見に来たら違うカボチャがあるんだ。めちゃめちゃいい匂いですよ。めちゃめちゃいい匂いですよ。なんかお香のなんかルームフレグランス買えるみたいですよ。ここよう来たね、こんなところ。大変だったっすよ、一人で。マジで寂しいでしょ。全然わからん。え、イッサンとかは？イッサンとか来てない。でも本当にタクマだけで来たの？そうそう、あとイッサンが手配してくれますよ。でもチケット。かわいいね、この子。ありがとうございます。かわいいな、この子。よしよしよし。じゃあチェックインできるみたいなの入ってますか？お願いします。なんかミクルの部屋だけすごいんですよね。あ、そう。じゃあ僕はもう荷物置いてきたんで。ペコパペコパって知ってる？お腹減った。マジ腹減ったよ。パラダイスカジノ。あ、ここか、カジノ入り口。あ、えぐいよ、俺の部屋用意してくれてみたいな。あ、そうなんだ。パラダイスさんが。でも毎回ミクルの部屋えぐいけど。あ、フィリピンの時取らんかったもんね。確かに、あれもったいないよ。フィリピンの時エグかったよな。あ、ここエグかったよ。フィリピン一番エグくなかった。一番ライジン、ライジンのね、広さ的に。そうそう、ハワイもすごかったけどね。まあ、確かに、うん、ライジンなんか粋な計らいしてくれるよね、海外に行った時は。だけは、あ、だけはじゃないけど。だけではないけど。タクマそんなことする人間だったんだね。なんかあのイラストなんで
何？打ち合わせが飛んだんで、ジャイコ。福岡の時は行けないでしょ。福岡は行けないですよ。28？ 29が。29がいけない。嬉しかったよ。ちょっと今反応薄いかもしれんけど俺ら。はい。確かにね。ちょっとね。気持ちは嬉しいよ。普通に嬉しかったね。で、なんか懐かしい気分がした。懐かしい気分がした。韓国のホテルってどこも一緒の匂いですよね。あの統一されてるよね。なんかタクマがさっき言ってたけど変えるらしいよ。僕のお部屋の方が、はい、カジノの VIP の方でもちょっとこうゲーム規模が大きい方がちょっと泊まるスイートのお部屋になってます。すごいね。ご紹介させていただいて、そんな規模でかく持ってきてないですけどね。1000万クラスのお客様も、ちょっとご覧いただいてですね。あ、いいですか、お邪魔します。おおおお、めっちゃいいやん。おめっちゃいいやん。どうなってる、どうなってる、いいよ。奥行きえぐっ。これの家ぐらいすごい。え、これの家ぐらいすごい。確かに確かに、うん、おーすげえ広い。またタクもいた。めちゃめちゃ広い。ここの風呂何1000万円ぐらい使われる方はこういうところをお泊りいただいて、ただ今回の朝倉さんでは特別に実はここじゃないグレードの高いお部屋の方をお願いします。え、ここじゃないですか。はい。あ、すいませんすいません。なんかやっぱ、自分の家をなんか結構グレードアップしすぎて、あんまりちょっと反応薄い感じが。いやいや、十分すごいです。十分すごいですかね。すごいすごいです。え、これは今の何だったの？今のセガさんの何か、ちょっと PR 的な。なるほど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 ね。この部屋で1000万クラスのお客様に、まあ、カジノが用意したりする。あ、なるほどなるほど。こちら外のプールです。めちゃめちゃ広いやん。広っ。おお。隣にゴルフ場と。これはいけるね。すげえ。これ寒いんでしょうね。少し水温も高くなってますね。あ、そうなんですか。ギャンギャンに寒いよ、これ多分。今だって口紅紫で。そうよ、うん、でも綺麗だね。今回こそ何本当なの。数字が1個上がったっすね。あれ万になってる。扉がえぐくない？一番下になんか明かりの扉みたいなところ。これはやばいぞ。おい、これはやばいんじゃないか。あー、ちょっと見えちゃったぞ。これはやってるわ。マジで？これ何？部屋？ピアノみたいなの見えるぞ、ちらっと。おお、ピアノ止まるやん。マジでやん、これ。すげえ。何が止まれんの？いや、いい匂いするわ、マジで。広っ。うわ。いやいやいや、これはすごい。フルーツとかまで置いてある。え、何辺ある、何辺ある、マジで。すごいすごいすごい。何これ。え、ここに俺一人っすか。どうぞ。どうぞ。逆になんか罰ゲームなんよ。どうぞ。これ逆に罰ゲームなんよ。どうぞ。ピアノ佐々木くんが弾けるんじゃない。じゃあちょっと入場曲弾いて俺な。え、いける。まあまあいけるけど。じゃあやってよやってよ。いやろ。開き出した開き出した。すごい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 。ちょっと食べていいじゃん、これ。あ、すごい。最近やってるじゃん。いや、いいっすよ、ちょっと練習しとくね。あー、オッケーオッケー。社員行った？すごいな。めっちゃ広いやん。これ何平米あるんですか？300。すごい、レベル違うわ、さすがに。300はいかついです。やってる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 。やってるやってるぞ、佐々木ひろが。いいじゃん。え、佐々木くんうまいね。ありがとうございます。さすがに、ま、確かにマジで迷子。うわ、なにここ。なにこれ。え、エロ。ミクルの色家よりエロい。確かに。うん、うわ、負けてるミクルんち。ミクルんち負けてるね。あと負けたんだけど、白トイレ負けたいんだけど、ここに一人で罰ゲームだよ。だってさ、これ明らかに一人用のタオルの量じゃないもん。違うっすもんね。だって向こうのテーブルの椅子の数見ました。確かに何個強かったもんね。ここにもお風呂ある。ここにもお風呂ある。ここにもお風呂。これそういうことか。うーわ、分かった分かった、分かっちゃったわ。パラダイスシティさんは韓国美女も呼んでくれてるところだ。本当だ。いや、そういうそんなとこに一人で俺だけさ放置するわけないもん。え、みんなで来ようよ、じゃあまた夜。みんなで、うん、髪外す。すごいね、この部屋マジで。おしゃれ。おしゃれだね。すごい。やばいわマジで、うん。テンション上がっちゃったもん。テンション上がっちゃったっすね。うん。こちらでお一人でゆっくりと。一人じゃない。これは。ここって一泊どんぐらいなんですか？実際泊まるって言ったら。100万ぐらい。100万。これ誰の？吉田君じゃん。これ僕のっすね。よし。
でもこっちでもこうやって部屋あるからね。ベッド何個あんの？ベッド多分ね、5個ぐらいあるんだよね。1人で泊まるんだよね、ここね。俺らメンバー全員でここでも泊まれるっすね。全員ここで泊まれるっすね。ハワイの時みたいな。そう確かにあるでしょ。じゃあ肉食べ行きますか。行きますか。韓国といえば焼肉。焼肉ですよ。とこの皮付きです。とキムチ。キムチね。キムチ。テーブルの椅子の数見ました。どこ？左の部屋。おい、10個ぐらいあるじゃないか。もっとあるじゃん。回せやつ。これ食事するんだ。一人で。ワンですか。すごい。本当だ。中華いけるね。あと景色も結構いいんだよな。いいです。広い。マジで。あ、泳いでる泳いでる。泳いでいらっしゃる。あ、ほんとだ。あっちでゴルフやってさ、あそこで泳ぐと。パラダイスシティさん。はい、ということでね、はい、焼肉食べました。腹いっぱい。めちゃめちゃ。もうずっと食べさせてくるんよ、無限に。でも、韓国の焼肉屋さんは、皆さん焼いてくれるんですよね。焼いてくれますね。あれめっちゃいいよな。うん、ここから、カジノやってきますか、じゃあ。はい。おぉ、ついについに。どんぐらいやるかよな。どんぐらい行ってほしい。逆に10億ぐらい。10億ぐらい。10億やるのいいんだけどさ、今後の俺たちが出す動画全部つまらんって言われるよ。その先ね、3桁は行ってほしいですよね。さすがに3桁っていうのは、3桁は行ってほしい。100万ってこと？100万単位は。うわー、でかいぞそれ。でもさ、うん、俺ルーレットの天才だったじゃん。そうだったね。そう、動画にはしてないんですけど、動画でしないとこでルーレットの天才だったことに気づいたんですよ。持ち前の分析力で。ルーレットで分析するの？じゃあマジでベガスってすごかった時あった。7連勝ぐらい。そう、やばいやんそれ。周りにいた外国人の人がみんな俺の上に向き始めた。ルーレットで7連勝ってすごくない？最低でも2倍ですよね。だからしかもあれよ、白黒じゃなくてなんだっけ、赤黒だっけ。うん、赤黒じゃないからね、俺ポジションで当ててたから。マジで言ってんの？鈍いじゃないと思う。やばい それすごいな。見ました？今の目、本当に何も思ってない目してましたから。3000万来たら。そうすごい。いやいや、じゃあ試合と一緒ですよ。やるときはやればいい。やりますか。じゃあ3000万。じゃあ1000万でかける。意味わからんね。意味わからん。1000円じゃねえ。マジで。でも別にさ、多分ギャンブルっていくらでも楽しいと思うけどね。例えば100万をどんぐらい増やすかでも楽しいと思うし、ただなんかたまには行ってほしいかなっていう。たまには大きく。でもさ、その金額1000万クラス1回でやるのは初めてだから。確かにベガスとかでもマックスベットが多分かけれんと思うよ。ラスベガスでも確かにあったね。そう、確か150万ぐらいだった気がするから。本当に VIP のとこ用意してくれたらなんかあるらしいよ。あのラスベガスもさ、なんかデポジットだっけ、1億ないくらでさ最初から入れとけばかけれるらしい。なるほどね。なんかすごいこれ。ちょっと怖。なんか引き込まれてる感覚に錯覚が落ちる。立体でしょ？目の錯覚だ。すげえ。すげえ目の錯覚する。怖い。なんかカメラで分かるこれ。なんか壁に絵描いてあるように見えるのに。本当だ。おお、すげえ。立体なの。すごい。細長いってことなんじゃ。なんか近くで見ても錯覚を起こす。ね。なんでこれ。何これ。長い。めちゃめちゃ長い。めっちゃ錯覚起こしたの。これすごいな、この作品。めちゃめちゃ長いやん。しかも女性3000点以上あるらしいですからね。面白いね、なんかこういうの多分質問してくるんだよ。3000点ってすごくない？すごい。あれ、さっきまだ彼女いるじゃん、マリリーモンロー。いや、やばいって。国に消されるって感じして。どっかに消される。どっかに消される、俺。何でも言えばいいと思ってる。この人適当に。どっかで取れたかあったらいいなじゃねえんだよ。
でも喜んでいいじゃん、そんなって。うわ、すごい。標識場じゃないよね、ここが。いや、何これ。何ここ、マジで。これ、あれじゃん。やっぱかっこいいね、韓国の人。てか、かっこよ。綺麗だし。かっこいいし。俺の好きなあの人いないな。チョンジヒョンだ、チョンジヒョンがいない。はい。僕はここに乗りますね。あ、そうか。いずれ。はい、いずれ。おい、なんだこれ。なんだこれ。どういうこと？何これ？めっちゃ格好のあれみたいな。マジ結婚式のあれじゃないこれ？広っ。格好のあれみたいな。ライブか。ライブできたりするんだ。これ立っていいんですか？立っちゃったよ。ちょっと歌おう、歌おうかみたいな。おお、すげえ。めちゃめちゃ広い。何これ。公演してます。ここでビッグバンのメンバーとの結婚式やったんですよ。やっぱ結婚式で使うんだ。すごい。公演会。めちゃめちゃ広いよ、これ。あ、始まります。始まります。どこの公演会中学生とか中学生。中学校とか。ちょっと荒れてる学校のヤンキーも。じゃあ、クローズの卒業式。じゃあ、俺がヤンキーやから。スズラン、スズラン。まあ、今日はね、僕が歩んできた人生をもとに皆さんに非常にためになる話をしようかなと思います。この続き誰かオファーください。はい公演ね、公演ね、いつかやる時が来るかもしれない、ね、この通りエグいな。余裕を持ってなんか使ってる、贅沢だね、空間の使い方が。これエグいな、マジで、なんか想像よりマジえぐすぎだな。建築家の人やばいだろうね。人じゃないかも。うわ、俺が好きなやつだ。いや、あれ吉田くん書いたでしょ、絶対に。あれ吉田くんじゃねえか、やったの。ビッグバムの椅子。おお。なんだこれ。ビッグバムの椅子や。わけかわからん。こっちにもあるよ。ああ。イタリアン国境のアレッサンドロ・ベンジーニ。ただの代表的な作品。ビッグマム座ってる椅子じゃないの？アレクサンドロさんのやつか。でかっ。でかすぎんこれ。めちゃめちゃ細かい。意外と。なんか作りが上の方か。すごいなこの数が。まず美術館好きな人とかいいかも。確かに。ちょっと近代アートっぽいじゃないですか全部。うん。そういうのが好きなのかな。なんかオーナーさんがぐる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 回ってるだけで普通に楽しそう。蜂を滑りか紫花すごい、これ何バラ、あ、バラ、そんな花じゃないか。ほんとだ、全然違うわ、色が。こっちから見ると色変わる。全然違う、全然色違うわ、うん、すごい。ほんとだ、これこの色じゃないですか。この色が、おお、すげえ。こういくとめっちゃ変わる。こっちの色が好き。こっちの色好きってなんかさ、はい、カップルとかでも楽しませそうな。確かにこの場所プールとかもあるでしょ、うん、ホテルもいい部屋だし、うん、新婚旅行とかでもいいかもね。記念旅行とかさ、新婚旅行で2人で頑張って貯めたお金全部カジノですってね。あ、それはよくないおーすごい、あ、すげえ、うわっ、ちょっとすげえ、待て、なんか目がおかしくないぞ。アーマーベルトは変な世界に持って帰るんだよね。え、これバーって言った？バーって言ってましたね。うーわ、なにこれ、こんなとこのバー。ちょっと待って、ここの店員やりたいんだけど似合いそうに。クソ、クソ高そうこれ。バカラじゃね。バカラ、わからん、違うかも。適当なこと言いました、すいません。うわうわ、なにここ、すげえ映画や。待って、貴族みたいな感じや。あ、ビップね、あっちが。あ、なるほどね。ここなんか来たいな、でも普通に経験として。今日来てみる、あんま俺らこういうの来んじゃん、うん、今日来てみるか。じゃあ今日やってます、やってるんですか。今日やってないんです。なるほど、あ、なるほどね。コロナのせいで、かっちょいいのこれ。こんにちは、マタさん。お、マジのこと使ってくれた。ついに、あ、会員カードですか。おお、すげえ、かっこいい。
すごい。ありがとうございます。え、これが、これがあると VIP カードを作成させていただきますので、はい、めっちゃ重い。VIP の VIP 専用の入り口だとか、あ、なるほどなるほど。の送迎、はい、ただこういう施設とかもこのカードご提示いただければご利用できます。なるほど。かっこいいのもらえたよ、多分。ついにかっこいいの、かっこいいのもらえるよ。すごいやんね、パラダイス。俺使いたくなっちゃいますね。うん、なんかしかもさ、まんまとやられてないですか僕ら。来たくなっちゃってるやん、もう。確かに絶対来るんよ、また。ハマってる俺ら、もしかして。ハマってる。だってもうほら、カジノの入り口よ。やつら敵、もしかして。はい、やつらもしかして敵。だから今日は、はい、パラダイスシティをぶっ壊せじゃないですか、これ。ラスベガスをぶっ壊せ、はい、ハマってってるんだ。ドツボにハマってるわ。あ、見慣れた光景がある。俺ちょっと嬉しいもん、今日来てよかった。まあ、スロットね、スロット後でやりましょうよ、スロットも。ハイリミットゾーン、ハイリミットゾーン、次は30万をだいたい3万円からこう遊べるテーブルがあります。こちらのテーブル、うわそう、ここすごいやん。うわ、ルーレットですかこれは。うわ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 、今赤2連続とか次黒だな、これ。いや、違う。どこでやるんですか、これだけ。はい、ちょっと場所をご用意します。タクマ初なんじゃない。初っすね。リップルームは初、平場はなんか昔行ったことあります。あ、試合の時、ソロデー FC の時に。だけど、ここでもなかった、場所は。あー、はいはい、別にもあるんだね。し、なんかしょぼかった、こんな広くなかった、全然。3000万、はい、3000万なんですけど、なんかルーレットとか、はい、ブラックジャックとかマックスが100万しかかけられないみたいで、はいはい、なんか途方もない時間かかってたんで、バカラだけなぜか一発5000万かけられる。やばいね、一発5000万って。じゃあ、あのね、なんでそういう違いがあるのか分かんないですけど、バカラって基本的に倍になってくんですよね、勝てば。で、俺バカラのルール知らないんですよ。え、バンカーとプレイヤーと確かタイだっけ、タイが引き分けですよね。タイが引き分け、超ビップルームなんですよね、ここが。一番ビップルームらしい。もうなんかね、部屋、ただの部屋が全然違うもんね。これオン表記なんですか。これオン表記になります。じゃあ3000万ってことは、はい、3億ウォンってこと。3億ウォンです。3億ウォンガチでいくんだ。ガチでいきます。狂い始めた。うん、もういや、狂い始めじゃないですね。これが3000万円。あ、でもこれが全然変わってますか。これが3億ウォン分のチップ。3億ウォン、そう、3000万。これが3000万か、なんかちっぽけに見えちゃうな、これだって、チップだと。もう桁が意味やからもんだって。1000万ウォンですね、1個。そっかそっか、こういう感じってことね。はいはい。1枚100万円、ちょっと練習で100万円かけてみます。意味がわからんんだから。確かにルールあんまわからん、分かってないから。練習の桁がおかしい。どこに書けばいいですか。あ、そうですね、基本的にバカラがプレイヤーバンカーどちらが勝つかっていうのを予想して当てるゲーム。あー、そういうことね。はい、ちょっと未来見ていくしかないってこと。そういうこと。一番得意のやつ。一番得意のやつよ。あ、わかった。ここは。タイはやばい。タイじゃない。これか。こちらプレイヤーバンカーと、こちらがタイ引き分けです。サッカーさん。引き分けは何倍でしたっけ。引き分けが8倍になります。8倍。はい、よし。5000万かけたら8倍、4億円です。壊れます、人生。ノマベイ。プレイヤーバンカー。プレイヤースピン。プレイヤーとバンカーですね。バンカー。これ見ていいですか。はい、オープンしていただきます。向こうが勝つ。ああ、ゼロ。これで7と3なので、1の位の数字になりますので、ゼロ。一番最弱。あ、じゃあ、はい、勝った可能性高いんじゃない。え、プレイヤーは1。え、こちらの感じまで。そう。負けて、今負けてます。今1、0ですね。で、負けたってことですか。最大でですね、3枚ずつ引きます。あ、そうなんだ、はい。これで、9が一番最強。9が最強だ。9引いたらやばい。あ、終わったよ。何？ゼロよ。ゼロ。完全に終わってんの。あ、9よ。ドライで、スナイ、レア。はい。100万なくなったんですか。今ので100万円終わりました。わかりました。はい。そういうゲームなんですね。容量、簡単ですね。容量つかみましたか。わかりました。はい。ということで、100なくなった。やばいよ、もう。実感がわかんわ、これ。でもさ、うん、最初からなくすつもりでやってますから。ああ。100万負けたってことは、次400万かけます。どういう計算なんですか。確かに、どういう計算。ということは取り返してるよ、300万勝ちや。まあ確かにね。
だとしたら200でもいい。200で良かったんだけど。スレア。早い方がいい。ああ、そういうことね。400万これ失うってこと？抜けるの性格が出とるな、これ。よし、いきますよ。皆さん。おこれ大事よ。3、また。3と7やめてよ。6来たら6来たら最高か。うん。3。3か。これちょっと弱いですね。12の場合は0に、10になるんだ。はい。なるほどね。あ、1? 勝ってるよ。勝ってる。頑張ってプレイ。最大3枚までいけると。お、あれ終わった。9っすね。うわ、9終わってるよ。あ、じゃあこっち引けないと。そうなんですよ。うわー、やられた。何連続9って。500万いってます。500万いっちゃったってことか。大丈夫な方だよ。大丈夫。もちろんもちろん、それはそういうのさ、あるじゃん、やっぱ。はい、そういうのは大丈夫な感じですよ。すプロの人ってなんか、はい、動かせるとかじゃないですよ。ないです。もう完全にカットしてる。よし、わかった。じゃあ1000万いこう。意味がわからんのよ。1000万。まあでも、まあでも1000万いったらプラ500か。そうそう。よし、行こう。またバンカー行ってるよ。バンカー行こう、バンカー。しかも。次こそ来るでしょ、っていう考え。あと1500万しかないけど、まあ行こう。しかも。1500万もあるよ。じゃあ勝負師です、それは。これマジでやばいです。え？大丈夫。1000万。いや俺真剣に見た方がいいよ、マジで。真剣も何も変わらないよ。おぽいすな。あ、2だ。2なら全然まだいいんじゃない。いや、全然弱い。全然弱い。弱いよ。うん、そうなの。プレイアップ9やめてよ。あ、4だ。もう一回引けるってことね。もう一回引けます。よし、行こう。プレイ、お、向こうがオーバーする。待てよ。これでこれ何が出たらいいんだ。4 7じゃない。7か。7が一番来い。おお、5がバーストすれば向こうが、うわー、ドロフォーメンス8負けました。毎回強いよ。わかった、わかったじゃん。これオールインや。うわ、ついにやっちゃった。ついにプレイヤー、しかもプレイヤー最後に。そっちじゃない。吉田君にかける。あ、え、これ俺の9のから引くとかやめない。絶対大丈夫。それしないで。これちなみに1回置いて話してもいいんですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。じゃあ行こう。もうさすがにこの統計的にはこうなるか。もうなんかプレイヤーしか来てないですからね。全部行くの。全部行く行く行く。いやいやいや、早いって。早っ。マメ行きましょう。10分ぐらいですよ、まだ。プレイヤー活用になってんだよ。ちょっとドキドキしてきた。ちゃんと、ちゃんと見よう。で、1や。まあ次だね。次にかけるしかない。3枚目だね。おお、1。平均、平均。平均ポーカー強いよ。ここ、ここ、ここ。おっ、強い。強い。7? ドロー6。7や。おお、強い。7強い。勝ったか。おお、勝った。見ける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 、トントン今。トントン今トントン今トントン。どうよ。よう言ったな。1500万危ないじゃん。危なかったね。1500万その平常心で行かんでもらっていい。危ない。タイっていうのにやったら何倍なんですか。タイが8倍になります。8倍。はい。それってあれですね、3枚引いた時ですよね。決着がですね、2枚2枚で決着つく時もありますし、3枚2枚とかでも決着つく時もあるんですけども、ちょっと条件があるんです。タイ出ないな。でもプレイヤーちょっと行き過ぎてるな。もう一回プレイヤーに500ぐらい行ってみようかな。なんか平気なふりしてたけど、ちょっと実はバグバグしてたんじゃないか、さっき。まあちょっとだけ。さすがにするよね、それは。ちょっとしました。さすがに。そりゃそうだわ、だって。でも散らせる勢いで行ったからこそ戻ってきたわけだ。またプレイヤー行くので、プレイ行きます。うわうわ、プレイヤーのすごいね、これ確率。うん、行きましょう。プレイヤーナンバー2、ノマベー。すぐなくなるな。もうちょっとゆっくりめくってくるじゃん。めくってこい。だん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 ルール分かってきたし、絞って。1枚ずつさ、大事よ、だって。うわぁ、これ言う。あ、でも分からん分からん分からん。最悪じゃないの。チャンチャン。キングとおぉ、来た。これは、これはいった。これは行きました。これは強いぞ。これも勝ちじゃないですか。8じゃないこれ。プレイヤー、スラレイ。8よ。メイコセブン。プレイヤー。よし。いや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 。ナチュラル。あ、そうじゃない。イエーイ。もうこれ時計1本変えたじゃないですか。プラス500万円。確かに。今もう変えてる。時計変える。変えてるね。ってことは？プラス500万ってことは？やめる？いや、なわけない。こうやって。こうやって減ってくる。1000万いけるってことよ。どういうこと？よし、1000万をバンカー。おー、ついに。そろそろここで来るんじゃないかっていう。なるほど。
任してくれ。ずっとプレイヤーの気がするね、そのままじゃあ、こんなね、続くことね、そのままで負けたら何マイナス500でしょうか。マイナス500だね。さっきあそこまで行ったからね。8。おお、これ次あれが欲しいな。10以上来たら欲しい。あれ欲しいな、これ。よし、来た。うわー、また8。待って待って、これは強いぜ。8だ。おー、待って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 、いくら？1000万だった。1500万増えてる。1500万。マジで？パティックフィリップいけるやん、そろそろ。いけるね。だから1500万ぐらい増えたんだよ。30分で1500プラス。1500プラス。すごい。やめまいやめまい。もうこれ帰るでしょ。いや、待てよ。バンカー来るな、次。え、いくらいけることだ。1500。1500。1500円みたいな感じ。行きましょう。これはね、バンカー来ちゃうわ。そんなバカだったっけ。勝ってるから、ね、勝ってる。負けてもこれフラマイゼロですから。だとしてもよ。だったら夢を追おうぜ。ちょっと絞るの早い。ちょっとあー、フォーカーだったら嬉しいやつ。エースエースです、ね、フォーカーだったら嬉しいやつだよ。うわ、あー、これ一番弱いな、これ。ここか、レオ。これは、あ、まだあるわ。全然わからん。もう一枚ですね。これ大事よ、最後の一枚。8コイン。よし。さあ、なんだ。はい。ああ、終わった。完全に終わったよ、これ。スティーブ・ワープ。レオか。ゼロゼロスティーブ・トゥー。レオに。そっか。ああ、やってるやん。やっちゃったわ。めちゃめちゃ悔しそうです。すごい悔しいでしょ。まあ、こういうもんすね、これは。人生うまくいかない。そうだよ。30万に金かけていいもん。いけるんですけどね。それだけやめとけ。マジでやめとけ、それだけ。それだけやめとけか。どっちだと思う？次じゃあ、みんな聞きたいけど。来た。これめっちゃなんか責任感じるやんね。みんなの意見も聞いてみたいなと思って。プレイヤーだな。プレイヤー、俺もプレイヤーっすね。バンカーだな。バンカーだと思う。でも確率的にやったらプレイヤーなんだね。圧倒的に。そうなんだ。で、これさ、5回プレイヤーでバンカー1回で、あと4回プレイヤー続くんじゃない？プレイヤー、うん、吉田君には悪いけど。いい、大丈夫大丈夫。吉田君の反対を行くと当たるかもしれない。確かに。俺逆にさ、俺にかけてなんか食べたらホラーとか言うから。よし。ここでタイとか来たらおもろいけどね。タイもあるのか。あ、そうか。タイになった時にこれ、タイになったらこれもう外れなの。お客様に戻ります。あ、そうなんだ。あ、お、悪くないよ。5 4、はい、まあ、悪くないんじゃん、今までの統計的に。レア4、ベンクみたいな。あ、負けてるやん。5、まだ分からん。この次か。まだ分からんよ、これ。レア頼むよ。来い。終わった。あー、やばいやばい。吉田君当たってたよ。そうやってマイナスに転じてんじゃない。1500万しか残ってないんだよ。でもこの流れは絶対に分かりました。え、全部、え、いや、オールイン。また間違いない、間違いないっす。間違いないですか。間違いないっす。いきましょう。プレナンバーセルハーストベイン。いけるこんな。え、このレオも俺無理っすよ。絶対無理。無理無理無理、マジで吐き気する、こんな。吐き気する。吐き気はする、ちょっと。いきます。はい。おー、強い。強い。8。いや、これは勝ったな。これは勝ったよ。レオナスカレイ。レン、はいはい、おー、勝った、これは。よっしゃ、また振り出しです。トントン。戻った。振り出しですよ。すげえ。いや、もう訳分からんわ。もうおかしくなるっすね、感覚が。いきながら。これチップのせいだよ。そう、チップなのがダメ。次。いやいやいや、え、全部オールイン。いや、え、どう、動画的には。いや、動画的にはおもろいよ。動画的にはめっちゃいいっすよ。動画的にはいいかもしれない。だってこれ続けてでも多分繰り返すだけだし、まあ、なくすつもりやってますから、もうなくすか増えるか。なくすか増えるかな。で、このなんかもうポン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 の次こっちじゃない、ないのって。確かに、そうだけど、動画のためだけにそれができるかよな。いやいや、できるよ、全然。だから俺は視聴者を楽しませたい。すごいな、それ。ちょっと一回引きます。一旦ね、一旦考え直そう。だから何個かけれるんですか、最大。こちらがですね、あの表記もしてあるんですけども、最大で、1億ウォンまで。1億ウォン、10万、10万、1000万。じゃあ分かりました。まず
を300かけます、ここに。タイにね。はい、300万円。それでですよ。タイって何パーぐらいなんだろう、来る確率。めっちゃ少ない。どんぐらいなんですか。大体タイがですね、10パー弱ぐらい。あ、結構あるんだ。はい、結構10回に1回は来る。うん、よーし。こうやっていこう。1300かけさせてもらいます。なるほど。なるほどでもね変えてきたなと思って全然なるほどの額じゃないから、ね、もうなんか狂っちゃってもう僕も狂っちゃって脳が焼けちゃってるから6円で勝った場合ですかこちらが上の方がですね引き分けのタイの場合で、はい、この下の方ですねさあ6で勝った場合別のオプションになりますどっちが6で勝ったバンカーバンカーがタイ6で勝った場合ですなるほどね1枚置いておく6でとか無理あ2で置いて2枚置いておく2で1500ですこれでいやその2でもここが勝ってくれたら大丈夫ですよ500プラス逆にでも俺あっちに全額行こうと思ってたじゃん、うん、そう考えたらまだこんだけ余ってますよっていうなるほどね最高ですお悪くない数字ですおなんかなんか4です4とお4とキングまあ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 いいですね 2来てほしいここでタイとか来たらマジ怖いけどね本当にレアお勝ってる勝ってるあまこプレイレアあ、おお、勝った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 勝あ、だからまた1500万プラス勝った勝ったあれじゃねえんだよあれこの流れでいくと P ですよね順番になってるね、だんだんそう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 これ完全に P きますよあれ逆に俺バンカーな気がするな、もう一回マジですごい、でもこれすごくないですか結構、形的にマジで言ってるこんだけ連発してね P やうわ P2000 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 いこうじゃだってもう負けたとしても500万円のマイナスだからいやおかしいってこれね相当ねあれだよ、ね、さっきもゼロになる覚悟だった瞬間が2回あったでしょまあまあまあだから今安いもんなんよ俺の中ではファーストバンクレアよしこれバンクにしそうだうわー7だった7だったはいはいゼロですねゼロこれ本当に良くないっすよ ねここで9引いてくるのがお7おー強い強いこれはいったこれはいったんじゃないこれいったかこれいったらいいこれいったらさめちゃめちゃやばくないですかよしおお11ここ1年に来てる勝てる勝てるよしおーきたえ待って待っていくらかったえこれ2000って2000え待ってマジか2000勝ちっす6500万あるってこと3500万え今日6500万ちょっと待ってもうみんな分からんくなってるやんそうだね3500万勝ちだいやこれはもうこれはもうやめこれやめでしょ一旦やめますいややめないやめないどうなりたい中央公園したね中央公園これオールインして最後終わるどっちかえあオールインできないで全部かけれんくないですか5000か5億ウォンまで5000いっちゃうじゃんマックス5000いっちゃってさいったがつきりゃさ夢の1億じゃんそうだねで動画のためにそんだけだからしていいのかってことよだからそれはもう最初から俺の中では3000万行く気で来たから本当に捨てる気だったこれがマックスベッドってことでしょ大丈夫か、この人ちょっと心配になってきたから、うん、もう心配が勝った心配ではなくないだって行っちゃうよもうセクの顔顔もなんかお前ね疲れてるよちょっと顔が髪の毛がしなってなってるちょっとみんなどっちだと思っちゃういや出たここで来たか一番いい俺ここは答えれん答えれんここはごめん答えれん順番的にはもうバンカーですよね順番的にはバンカーなんですけど、まあね、俺ここら辺でピー来るんじゃないかなっていうなるほどね、うん、でもここはもうセオリー通りに俺はバンカー行くな、うん、まあやセオリー通り、うん、俺はねセオリーなるほどそっかセオリーバンカー流れ俺は流れ的にはバンカーがいいと思う俺はバンカーバンカーですねだったら言うならピーこれがおもろいんかバカラってそういうことねちょっと待ってよじゃあさどうせさこれ5000万でこれ1500万あるわけやん一旦500万タイにかけてみていい一旦ちょっと箸休みで箸休みで500いくな全部行く気できてますからオープンゲイお前まあでも確かにまあ絶対これあもう出し方がオフサイド今どういうこと
だからプレイヤー。あ、プレイヤーだったか。でしょうね。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。吉田が当たってる。でしょうねってめっちゃ少しだった。危ねえ。タイが当たらないことがでしょうね。ああ、そうですね。タイね。じゃあ俺タイ箸休めをしたついで見たかったね。タイは絶対当たる。これね、綺麗な形っすね。プレイヤーが3回続くね、これ。来そうな気がするよな。よし、行こう。いや。終わった。これちょっと少ないな。あと1000あるわ、一応。一応線ある。線ですごい。これがマックスベッドってことですよね。マジか。ここの部屋。開けましょう。ここの部屋の。マジで大事やん。行きましょう。マジで大事やん。マジ大事。一番大事よ。マベ。今日一の？マジでマジ。今日一の？レフトベン。レフトベン。頼む頼む。これプレイやったらすごいな。あ、ストベン。いやー、怖い怖い。ちょっとこれ。ちょっとこれ。ゆっくりゆっくり。マジ。ゆっくりゆっくりましょう。うわ。最悪のやつ。ポーカーだったら強いけど。まだ分からないです。まだね。F だ F だの可能性あるから。八をしてくる。F だ。強い。16。6か。ちょっときついな。八？八七？八か七？八七？はい。もう強い。タイです。タイ。ってことは。で帰ってくる。はい。おお。危ねえ危ねえ。何こんなことある。ここタイ。ここタイ。帰ってきた、帰ってきた。もう一回できるよ。もう一回できる。ほぼ負けてたよ、あの。そっか。いやちょっと、まあいいんじゃないもん、緊張したもん。どっちでもいい、プレイヤーでいいやもん。どっちでもいい。ちゃんと未来見よう、今こそ。今こそ見よう。未来か。うん、ちゃんと今見よう。よちよちの能力、そう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 。ここで。なんだろ第6巻。うん。まあ、このまま行きましょう。よくわからなかった。わからなかった。ああ。プレイヤーナンバー。これディーラーさんどういうメンタルでやってるんですかね。他人の人生は関係ないでしょ。はい。あ、結構強いんじゃない。五。五。これ強い。結構強い。レファイブ。何パーぐらい。結構強い。レイク。よし。レイクゼロ。ゼロ。オサイズ。アマストプレイ。勝ったんじゃない。勝ったんじゃない。やばいやばい。うん。大丈夫これ。ああ四下がった下がったんで下がるおおええ待って待って待ってそのガチガチちょっと今リプレイで見てほしいんですけど5000万買った時の喜び方じゃなかったこの人よしよしもういいんじゃないもういや帰ろう帰ろうさすがに帰ろうこれはさすがにとんずらかまそう決めた。いや、やめるよね。やめるやめる。さすがにね、さすがにね。すげえ、マジか。え、待って待って、プラスいくらこれ？プラス6000万。プラス6000万。やりました、神回。マジかよ、神回や。神回でしょ、これ。ガチっすか？なんか変な汗かいてきたね。ガチ神回じゃない？ガチ神回だよ、もう。神回っす。ありがとうございます。何でも買えるイージーマネー何でも買えるイージーマネーが何でも買えるよマジで何でも買えるよでも何でも買える家買えるやったねでも家買えるよ家買えるよ一旦やったよやってやっぱ帰ってくるよこれよしよしよし熱い熱いちょっとコーヒー飲みたいすごいわこれはもうやばい6000番勝ちかギャンブル強いんですよどうするどうするこれから落ち着こう首の血管が浮き出てんだよなみくるそれはもともとなんですけどちょっと一旦コーヒー飲もうえちょっと待って俺やったなやってるよだからえ6000万でしょうん勝ちが意味わからんよ意味わからんよえちょっと待って俺やったねやってるよだから途中までなんか実感なかったけどやったな。だって6000万ってさっさばこんぐらい。そうだよ。そうだよ。え、すげえマジで。まあだから勝負強いよ昔からこれ。確かに最後で絶対勝つ。勝つじゃんいつも。宝く。いやこれやばいよ。宝くじレベルよだマジで。確かに。え宝くじより全然確率高いだって2分の1だから。まあ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 。2分の1じゃないかタイタイってことなんだ。48%ぐらい勝つでしょ。軍資金がもともとあるじゃないですか3000万3000万ね普通の人はないですからね多分選択のセンスがいいですようまいこともうそうとしか言いようがないんです結果で出ちゃったからねなんかさ魔女の神回なんだじゃん
だってさ、だって YouTuber 史上最強なんじゃん、かもしれない。1億ってやばくない？1億勝利だもん、うん、あ、じゃあプラス6000万6000万掛けでまた F ニュースになるじゃん、これまたね、ダメグルが勝ちました、また F ニュースになるじゃん、確実になるやつ。これ動画にする？逆に絶対した方がいいでしょ、神回だからしよう、やばすぎ。でも、うん、あれよ、正直な話言うと俺だ、もう一個桁が上がってたらもうちょっと震えた。あ、3000万じゃなくて3億の軍資金でっていう話だったら。でもね、まだ余剰資金感はあったから、なんかゲーム感覚でやっちゃったな。そこが、いやでも感覚がちょっとね、そこが違うからね、うん、まあまあまあ、いやー、十分震えたよ、十分、十分見てるだけで。どうやって締めるこれ締まらんけど、ちょっと余韻に浸らせてもらよくよく考えたんですけど、うん、1億1000万になってるんで8000万プラスでした。6000万じゃなくて1000万プラス1億1000万、最後5000万。そうか、そうか、1億1000万だったのか。だからもう壊れてるよ、だから8000万か。えもう計算もできへん。どうする？1億勝ちまで狙う？やめたらないと思うよ。いやもうやめときましょう、十分ですよね。十分だって、もう一回2000万でどっちか当てたら1億よ、勝ち。じゃプラスで終わるには終わる。そうまあ、もう一回5000いくって話もあるけどね。あくまお前小指立てないよ、人の金だと思ってまあ言ってもいいやな、でもみんなが求めるなら俺言っちゃうけど、いや、やってきてもいいって、そこまで信じもういいっすよ、そこまで信じ、十分っす、十分っす、8000万十分、8000万十分か。じゃあ、皆さん、奇跡を起こしました。はい、あの、多分 YouTube 史上一番俺が勝ちました、多分だろうな、分からんけど、そのギャンブル系の YouTuber みたいな、見てないけど多分、一番いいです。どうやる男なんです、やるときは。いやマジですげえ。まだ時間8000万はでかいな。俺8000万じゃさすがに嬉しくなってきたな、1日で。1日って感じ、時間湧いてきた、ちょっと。うん、僕はちょっと分からないな。いやいや、じゃあなんか、だって分給いくらってぐらいの短さ。そうだね、そうだ、30分ぐらいじゃないですか。30分ぐらいだったら、まあ、これがバカラか。バカラ、怖い。すごい世界だな。ということでね、はい、あの、本当すごい動画撮れたんじゃないかな。これやばいよ、本当に。パラダイスシティさんで案件振ってもらったのにまた勝っちゃってすいません。確かに素晴らしい施設なんで、うん、皆さんもね、もう韓国本当2時間ぐらいなんで、まあ、福岡行くぐらいの感覚で行ってるんで、うん、足を運んでもらえたらと思います。じゃあそんな感じで。終わりますか。終わりますか。俺たちの夜はこれから始まります。いや、すごいんだろうな。お疲れ様でした。